山口組を離脱した団体が新組織結成カ 指定暴力団山口組が分裂した問題で離脱した団体が山県組の井上邦夫組長を頂点とする新組織を結成したと見られることが分かりました新組織に加わるのは他に匠組や共有会などに加えて山県組の参加組織一つを含む合計14団体です組長らは5日山県組事務所近くのビルで会合を開いていて新組織結成で合意したと見られておりますで会合では新組織の名称を 神戸山口組とし本部を共有会事務所のある淡路,市にえ淡路島に置くことにしたという情報もありますが、えー、名称や参加団体数規模などは依然流動的で兵庫県警は警戒を強めるとともに情報収集を急いでおりますこの次の,あの紹介するニュースがね、はいえー、大阪市長の橋本君がね新党でまた分裂するって言うんだけども。はい 関西人にとっては身近な話としては橋本なんかどうでもいいんで山口が割れたって肘が割れた方がずっと話としてはでかいでかいですかでかいですはあ僕は85年でしたかね山口一はの山一戦争の時にギリギリで。 記者やってたのかな<ー>よく知ってまして85年から87年最後25名の死亡、はい、一般市民にも者がいただけど今回のはでかい<ー>これは今回のがでかいですかえあのえー、とはい朝日、えー、芸能記者の「違う違う」<laughs> <laughs> あのそういう もうだけどね極道に詳しい記者も少なくなって <laughs>、はい、僕なんか生き残りの方だと思うんですが、うん、今の,あの説明してくれた中で、はい、まあ山口全体で昨年末時点で約1万人いるっていう、まあ、でも1万23,000いるかな日本中の極道が2万数千人だけど半分以上か影,いやいや影響力を それからあの東京のね二、はい、つ三つの大きな組もうん結局はどちらかと杯を交わしてるんで、はあ、結局はだからあの、えー、同盟組んでるわけですよねうんだからまあ日本中の極道の対決かなあ,あそうなってきますか、ね、これがだからえー 微妙なのは広島と博多ですごい専門的なこと言いますん広島と博多なんだけど<ー>あそこも結局どっちかにつくだろうから<あ>これは実は大変なことですね。そ,すそれでやあの山口組の参加組織を、はい、数で言うと何十団体となるんですんだからさっき読んでくれたニュースで、はい、山県組の参加組織一つを含む14団体が抜けたと。 それから、まあ、人数では3,000人規模だと言うんですが、はいうん、それはもう中枢なんだよ。あ3,000は中枢でさらにそこに組み込むと周りに半グレみたいな人たちいっぱいいるわけだけども<ー>ええー、山県イコール山口組ですからね。あっもともと、うん、前の山マ戦争の時も旧山県の動向が非常に大きかった。はい わけでだからこの14団体っていうのは数座14団体だけれども、はい、山口組の本当に中枢が割れたとプライド持ってるわけだねだから名前を神戸山口組と、はい、ネーミングライト盛んな最近神戸市は非常に迷惑してると思うけれども <laughs> 神,戸神戸山口組っていうのは言われちゃうとがあ あるわけですよねこれもともとその分裂の背景に現六代目組長のおもう五代目からちょっとおかしかったあそうだったんですか六代目<長>これ大丈夫かラジオでこんな話しておい六 <laughs> 代目はあの名古屋なんだよそれ六、はい、代目の組長も若頭も,若頭も名古屋だと、うん、報道会なんでだか俺若頭まで名古屋から来たっていうのはちょっと <laughs> やりすぎたなとあの瞬間 <laughs> うーん 思っただから東大東大って当たる大ってか、はい、もうだんだん話があの朝日芸能の用語になってきてるけど、うん、東大が名古屋で、はい、それは神戸としてはプライドとしては耐えられないあ<ー>うんその前の渡辺さんっていうあの前の組長さんも、はい、えほとんどあのなんてかな 急速状態要するに実際に権力れないい状態で長いこと言ったわけですよ、はい、この間に何があったのかなっていうふう僕は非常に疑問であこれは必死はあわれるなとずっと思ってたのそしたらそこに行動会が乗り込んできて、はい、本でほとんど乗っ取っちゃったからまあ時間の問題だなとは思っていましたね。<ー>うん、で山口組っていうと三代目の田岡和夫組長。はい なんだけどももともとは19十数年かな、はい、にあの神戸の港湾2駅であの山口さんっていうのが初代なんです、はい、だから山口組なんだな山口春吉初代春吉さんですねだからその後どんどんこう変わってきて、はいえー、なったわけなんですがこれはねまあまああこれは戻らないですか、うん これでもそしたらその八十年代の山一構想のような激しいものになるかどうか,かところが今は当時と全然暴太法の厳しさが違っていて、はい、構想すると両方潰される可能性があるので、うんはい、僕はそんなドンパチはないような気がします<ー>ただし極度の維持というものはありますから、はい、うんな何か一つ二つ,つはあるかもしれない。 いいよね、うん、局地的な何かものがあったりするか、うん、どこでも跳ねっかありって言いますから<ー>跳ねっかありが飛び出していってやるっていうのはそれはあるかもしれないけどできるだけ一般市民は巻き込まないでほしいなと思いますよね。うん、大事件だと思いますよ、うんうん